どうも、エルザーです。それでは、ポケモン、剣盾ですね。やっていきたいと思います。さて、今回は村人にいろいろ話を聞けということなので、ちょっとお手伝いするか。仕入れ。不縁せんべいとかあるんだね。食パンは、あれか。豆缶。こっちから。フリーズ村にようこそ。遠くはるばりよく来たね。あ、くださーい。人参の種。はあ。宝珠の王、昔信じては、畑にいたずらすると王様に体を取られ、ああ、そういうことね。古いおとぎ話か。もちろんですと思う。フリーズ村の観光名物。ああ、完全にもう忘れてるというか、昔の思い出なんだね。待って、なんでここにいるの？モギュ。その子はふわふわちゃん、村の巣で触れてたのを連れて帰ってきちゃったの。その子と出会ってから知らないポケモンが雪原に増えたのよね。ふわふわちゃん、見たことないポケモンだし、頼れるトレーナーさんがいたら育ててもらった方がいいのかもね。ってことは、ある程度行ったらもらえるの？マジで。ソルガレオとかナタリも扱える可能性あるんだね。あれ？みんなじゃなかった。あとは？いた。の前に。先にアイテムが欲しい。木炭か。宝珠の、そんなもんが本当にいるなら、不毛な土地を何とかしてほしいね。まあ、だいぶ厳しい感じだもんね。人の子よ、村の人間から話は聞けたであるな。して、どうであった？世について何か言ってたであるか？言ってたけど、おとき話って。やはり、世が本当にいることを信じてはおらぬか。人間は世との絆をとうに忘れ去ったであるな。いや、何嘆きなどおらぬ。世は宝珠の王、人間に期待するほど浅はかではないのである。世の力を取り戻すためには人間の信仰などにもはや頼ってはおれぬ。相場が戻ってくればいくらかマシになるであろうが、相場って？かつて世が乗りこなしてた四つ足のポケモン。村の像でも世がまたがっているであるが、遥か昔共に野山を駆け巡った中ではあるが、世の力が弱まり道を違えてからは、その行方さは分かっておらぬ。ヨシンマ相場を見つけたとしても、力なき今の世では乗り越せない、こなせないってことか。そんなに力落ちてるんだね。相場についても村に言い伝わってるやもしれぬ。村の長に話を聞いてくれると助かるである。
もし何か分かったら教えてほしいであるぞ。フガ。あれ隊長、頭でっけえ。くない。立ったまま寝てた、みてえだな。まあ、そうか、すげえな。なんか体が妙な感じだぜ。アジトに戻って休んでるわ。うひー、サブサブ。村長、村長。村長さん、今出かけてるよ。巨人の寝床の畑を調べに行ったの。急ぎの用事なら探しに行ったらどうだい？巨人の寝床の畑はフリーズ村の南東。氷点雪原を抜けてずっと左に進むのよ。へえ。雪原以外もあるんだね。意外と広いね。はあ、ボロッボロだね。でも結構密集してるね。ルームサービス。ああ、トリックルームの対処かな。で、お、ニドランじゃん。今回はね、話を見たいんで。この畑も手遅れじゃな。土は痩せ細り、これでは野菜も育つまい。冠雪原の土地はもうダメなのかもしれん。おや、お客人、いかがなさいましたかな？法事の王の相場について知りたいですと。ふむ、こんなところで立ち話もなんですから、フリーズ村のわしの家でゆっくりお話ししましょうぞ。それではお待ちしております。さあ、ここかな。法事の王の像が頭が大きくなっておった。なんとあれこそが本当の姿ですと。あのような自在でしたか。まるで本物を見たかのような口ぶりですな。あの像はわしが子供の頃から壊れていたのに。あ、そうなんだ。そうじゃった。法事の王の相場について知りたいんでしたな。なぜそんなことを知りたいかはわかりませぬが、ついてきなされ。昔本で読んだことがある。王の相場は冠雪原のとある野菜が好きだったと。はて、なんじゃったか。最近物忘れがひどくての。詳しく知りたいなら本棚で調べてみなされ。多分、人参。法事の王。王の相場。ひとたび二匹が一つになれば、一夜の間に森を生む。もともとは気性が荒く、村の作物をぶさぼる、暴れん坊であったが、はあ、凍てつく氷のような白というものあれば、闇夜のゴーストのような黒というものもあり。たずなね。ああ、人参。
フリーズ雪踊り。人参が必要か。でもあれだな、なんかこう伝説のポケモンと会話するとか、なんかそれは初めてな感覚だね。カムカムクラウ。ムン隊長、誰かに呼ばれた気がしたが、お前さんか？ておわわわわん。使いっぱしりやね。人の子よ、あやばについて。何か分かったであるか？はい。共にいたのが遥か昔でよう忘れてしまっていた。あやばの好物があれば、あやつをおびき寄せられるもやもと。人参。ほう、人参であるか。確かに、あやつは何らかの作物を前にすると飛びついて、抑えるのに骨を折ったである。骨を折るか。今思えばそれが人参だったであるな。人の声はさすがであるぞ。あとは人参さえあれば、行方知れずの相場をおびき寄せることかたえかないしか。村の人間は人参を育てているであろうか。種の一粒でもあれば、世が育むことも可能であるぞ。人参を探すことになったと。よし、交換しよう。村の畑に勝手に撒いたらいかんよ。そうか、ダメか。人の子よ、人参は見つかったであるか。なんと、その機械な袋が人参の種であると。人間の力も常に進化しているであるな。いや、敬服するばかり。しかし、ふむむむ、村の畑では人参を育てるのに不十分であるな。豊かな土壌があれば、世の力で作物を育むことも可能であるが、我が雪原で作物を育てるに適した土地は、一つは冷たく清らかな雪深い土地の畑。一つは死者を弔いし、墓標の傍らにある畑。二つのいずれかであれば、世の力を使い、人参を育むことしかないし、いずれかの畑を選び、種をまいてほしいである。白か黒か。ありゃ、最近すぐ外で寝ちまうぜ。だが、留守番隊長もいろいろ大変だからよ。体調まんまん頑張りすぎんだよ。ほう。雪山と墓地か。はあ、どっちしよっかなー。いにしえに行ってみようか。うん、巻こう。
畑の一つにたどり着いたのであるな。この畑には黒い人参が実る。遠い昔の記憶で曖昧なのであるが、確かゴーストタイプの相場がよく食していた野菜である。もう一度聞くが、本当にこの地へ種をまくので良いであるな。はい、こっちでいいよ。承知した。では種をまき頼むである。カラカラカラ、うむ、小気味良い土さばきであった。おー、力見せてくれるの。うむ、むい。あ、しかもちゃんと動いてるね、ピオニーもね。ぐ、ぐ、ぐぐ。おー、しょぽんって、わさびにしか見えないんだよね。一つだけ。しかしこの嘆きとも漏れなく別れの時。さあ人の子よ、その黒い人参を力の限り引っこ抜くである。一応セーブしとくわ。ねえ、よいしょのしょ。黒い人参を手に入れた。法事の後の相場が好んで食べる作物、薄暗い畑で育ったと。人の子よ、よくぞやったである。その人参を用いれば我が相場をおびき寄せることを叶いし、あとは世の力を増幅する絆の手綱さえあれば、たやすく相場を乗りこなせるが、もはや人間からあれを捧げられることはないであろう。ん？バクロース！へえ、あんなのいるんだ。あやつは我が相場。レイスポス。あの黒く輝く毛並み、祖母を老石に走る姿。へえ、出会いし頃と微塵も変わらぬ。ああ、懐かしい、懐かしいや。クロース。めっちゃかっこいいね。おそらくあやつは人参の匂いを感じ取ったが、詳しい場所までわからぬと見た。走り去った方角から村に人参を奪いに行ったのやもな。だとすると人の声、フリーズ村が危うい。急いで向かうである。白も白で見たいな。じゃ、とりあえず近くまで急いで行こう。いるね。ブルブルフホース、やめて、待って。バクロース。ほう、おー、なんかかっこいいね。レイスポスはエルザの黒い人参を狙っていると。あ、大事なものだからさすがにないか。これ、まあ、捕まえるわけには多分いかないんだろうな。
さあ、普通に倒したけど、これでいいのかな。フス、ウルフス。エロース？なになに？あー、おばあちゃん。なんか気づいたみたいだね。大丈夫か？ええ、何かが助けてくれたような。お、なんか落としていったね。やっぱ捕まえれない感じか。黒いたてがみを手に入れたと。綺麗なたてがみだったけどね。お客人、村の者を救ってくれて、なんとお礼を言っていいか。まさかあのような凶暴なポケモンが雪原にいるとは。まるでおとぎ話の暴れん坊、王の相場のような。考えすぎかな？おや、それは黒いたてがみ。おとぎ話では王が咲かせる輝く花と、相場のたてがみを縫い合わせれば、王と相場をつなぐ絆の手綱を作れるそうな。かくいうわしの先祖も昔は言い伝えに習って手綱を作っておったそうじゃ。まあそんな花見たことないし、手綱の伝統も伝われましたがな。さて、おとぎ話ばかりにかけません。かまけてはおられません。あのポケモンがまた村に悪さをしないよう対策を考えなければ。それではこの度本当にありがとうございますじゃ。長ネギ。はい、じゃあ、今回ここまでにしましょうか。またちょっと、会話しないといけない感じだけどね。まあまあまあ。じゃあ、ちょっとずつ集めていってっていう感じだね。ということで、ここまでにご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またね。